澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、今日はですね、明治大学行ってみたいと思います。皆さん、総合問題で段落は13個。で、設問は7つありましてですね。で、単語、文法、熟語の知識問題。そして、並び替え問題よりかはですね、皆さん、文挿入問題。皆さん、これ G マーチで扱うのは初めてでございます。そして、空所補充問題ですね。苦手な方、たくさんいらっしゃるかと思いますが、内容をしっかり把握しなければ解けない問題ありますので、これは異例種になるんじゃないかなというところでございます。そして皆さん、G マーチ、これも初めてでございますが、タイトルをつける問題ですね。ですから、このオレンジで書いたところを中心にですね、共有させていただけますとよろしいかと思います。で、皆さん、内容一問題も一応あるんですが、それは他の大学でも賄えておりますので、ですから、動画の撮影時間、ご視聴いただく時間が15分から20分ぐらいになんとか収めるようにするためには、このオレンジのところを最優先にしていった方が良いんじゃないかというふうに考えております。で、もちろん軸となってくるのは、いつも通り情報構造。そして、正解までの思考プロセス、根拠としている場所を皆さんにはよくご覧になっていただけるとよろしいかと思います。では、実演いきます。さあ皆さん行ってみたいと思います。皆さん第1段落と第2段落も一気に読んでいただいてよろしいかと思います。皆さん注釈ももうすでに書いておりますからね、参考なさっていただけるといいかと思います。で、読み終えた後、皆さんこの空欄 A ですね。この空欄 A に皆さんこの見えているかと思いますが、選択肢4つの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。では、お願いします。さあ皆さん、まず空所 A の右側に前置詞がございますからね。そうなってくると皆さん、選択肢2番アシスト他動詞、そして3番ディナイ他動詞はちょっと残念という感じになってくるかと思います。あとは残るは1番か4番かですね。この後答えいきます。で、あとは皆さん選択肢1番ですが、アーギューの後ろですね、後ろ with くっつけていただいてもいいんですけども、皆さん with 人ですからね、人と議論するということでございます。ですが皆さん with の右側はソーシャルライフということでございますので、ちょっと残念ですから正解は4番ですね。インターフェアウィス、ウニャウニャを邪魔するという表現でよろしいかと思います。皆さん、これはもう知識問題ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、この下線部 A は、これと言い換え可能かどうかを考える問題。で、クラアート E は、この選択肢がありましてですね、これを入れる問題でございました。さあ皆さん、第3段落一読していただいてですね、皆さんはちょっとこの問題考えていただきたいんですね。この四角の一番にこれが入るかどうかでございます。で、皆さんご覧いただいている通り、Talk About Our Dreams ですからね、夢に関してのお話でございます。こういう話をしているという内容が四角の一番の右側にあるかどうか。もちろんなさそうですね。さあ皆さん、続いて第4段落でございます。皆さん、この下線部 B ホールズはメインテインズと言い換え可能、まあそれを問う問題でございまして、知識問題です。さあ第4段落3行しかないんですが、皆さんこの空欄 B には何を入れるのかちょっと考えていただけますか。さあ皆さん、ヒントはですね、このあたりかと思います。皆さん見えるかと思いますが、シミュレーションですね。皆さん、シミュレーションっていうのは、本番の前に何々をしておくことですよね。これで皆さん、
答えがわかるかと思います。さみさん、正解は3番、プラクティス、練習するということでよろしいかと思います。もちろんシミュレーションっていうのは試験の本番前に練習をしておくことですよね。これで皆さんちゃんと言い換え可能になっております。でもちろん場所はどこですかって言われたら、皆さん B 動詞の右側ですよね。情報構造バッチリです。さあ、続いて第5段落でございます。まず下線部 C ですね。イネイトとインボーンの言い換え、これを知ってるかどうかという問題。そして空欄 U ですね。インコントラスト、熟語ですね。これを入れる問題ということでよろしいかと思います。さあ、皆さんに考えていただきたいのはこの空欄 C ですね。皆さん選択肢見えてるかと思いますので、皆さんこの 第5段落ですかね、ちょっと一読してですね、何を入れるのか検討よろしくお願いいたします。で、皆さん空欄 C のですね、左側に These という話がございますので、おそらく直前がヒントではないかと思って、こう遡ってっていただけるといいかと思います。で、そうすみさん、下線部引っ張ってるところですね。アンセスタルスレッズ、脅威という表現ございます。これで皆さん、選択肢眺めていただけますといけるかと思います。さみさん、正解は C ですね。フライトニング、恐怖ですよね。で、もちろん、先ほど見ていただきました、スレッズ、脅威、恐怖、しっかり言い換え可能になってるかと思います。で、皆さん場所どうなってますかっていうと、皆さんこれの左側遡っていただきますと、前置詞ですよね。前置詞の右側が根拠となっております。情報構造バッチリです。さあ、皆さん先ほど問いの3番の続きでございます。今回皆さんこの空所2番のところに皆さんこれが入るかどうかですね、ちょっと皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん先ほどと同じようにですね、皆さん夢に関して、そう、夢の話はあるんですが、話したい、話す気持ちになる、そんな内容がなさそうですので、これ皆さん四角の2番には入らなさそうですね。さあ、皆さん続いて第6段落でございます。皆さん蔵 A にはですね、 as far as という熟語を入れる問題でございました。皆さんにはですね、ちょっと一読していただいて、空欄でですね、選択肢この4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ、空欄でのですね、ちょっと左側遡っていただきますと、コンピーティング、競争という単語がいるんですね。皆さん、競争ということは、そこには敵、味方、反対、この矢印の向きですね、勝ち負け、反対ですよね、というお話がございます。ただし皆さん、以前からお伝えさせていただいている通り、皆さんバッと対比ですよね。ということは皆さん、この矢印の向き、前後反対、競争している、いがみ合っている、勝負、勝ち負けとは反対のお話、それが選択肢の中から見つかるかと思います。さあ、皆さん正解は1番、コンパティブルということでよろしいかと思います。皆さん、コンパティブルも有名な単語でございますので、もし知らなければちょっとぜひ押さえてほしいんですが、互換性があるとか共存するというお話でございます。ですからここで皆さん、勝負、勝ち負け、敵味方ですが点点点ということでございますので、一緒に頑張る、共存するという話が入ってくるはずです。それに相当するのが皆さん選択肢の一番、コンパティブルということでよろしいかと思います。もちろん根拠としたのはやはりこれですよね。もちろん前置詞 as の右側がヒントになってます。そしてプラス対比という視点も使ってますからね。これでバッチリです。さあ、皆さん続いて第7段落、第8段落読んでいただいてですね、皆さんこれですね、まだ保留にしている問題でございます。これが四角の3番に入るかどうか検討をお願いします。皆さんこのあたりですね、ご覧になっていただきますと、いけそうですよね。
皆さん正解は3番ということでよろしいかと思います。皆さん Talk about dreams、 これですね、Talk about our dreams ということで皆さん言い換え可能でございます。でもちろん、like ですかね、好む好きだという気持ちの話で、その気持ちの話もしっかりここ feel というところで、このあたりも一応バッチリかと思います。ですから皆さんこの下線部のところで 100% 確定していただけるといいかと思いますが、答えは3番で、もちろん、場所はどこですかと言われたら、これですね、一般動詞の右側ですね。でこれもそうです、フィール、一般動詞の右側が確定できる根拠となっております。特にこのあたりは文末ということでも情報構造バッチリです。皆さんその次の段落でございます。この下線部 Y のところ、これ皆さん並べ替え問題でございました。で、クラオは in favor of という熟語を入れる問題。そしてこちらですね、appreciate と understand が言ってること同じと、まあ単語の問題ということでよろしいかと思います。一応念のため、一読していただいてもよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、下線部 E、depict ですね。これが皆さん、show と言い換え可能、知識問題。そして先ほども答え出てしまいましたが、こちらの問題ですね。で、四角の5番に入れることはできるのかどうかということでございますが、皆さん、この有名に関してですね、お話をしている、そんな話が、ちょっとまあ近いと近いんですが、皆さん、ご覧になっていただけるとわかると思います。ストレンジですよね。よくわからない、不思議な、奇妙なというもん、文章になっております。で、それがこことつながるかというと、そのストレンジの話は特には書かれておりませんので、言い換えはできなさそうと。よって、四角の5番には入らないというふうにも判定できるかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。皆さん、空欄 E にですね、皆さん見えてるかと思いますが、選択肢、どれを選びましょうかという問題でございます。皆さん、選択肢は3番、プリベント、妨げる、他動詞ですよね。で、ソルビング、ソルも、うにゃうにゃを解決するという他動詞ですよね。で、クーラー E の右が前置詞 with がくっついておりますので、ちょっと皆さん、他動詞は入らなさそうですね。そうなってくると選択肢は1番か2番かということでございます。で、皆さん正解は2番ですよね。皆さん、deal with、うにゃうにゃは扱う、対処するという熟語の知識ということでよろしかったかと思います。皆さん、1番コンサルティングですが、後ろ with を伴うときは皆さん、人と相談ですからね。今回 with の右は人ではございませんので、×ということでいいかと思います。ですから正解は2番のディーリングということですね。さあ皆さん、問いの6番。本文にタイトルをつける場合、最もふさわしいと思われるものを以下の1から5から選んで、その番号をマークしなさいということでよろしいかと思います。で、皆さん、タイトルはじゃあどうやって考えるんですかということですが、本当は第1段落からですね、一番最終段落、今回は13段落まで一貫している内容、それを選択肢の中から選べるといいんですが、まあ、もちろんもう一回全部読み直している時間はなかなかないかと思いますので、じゃあどうしますかと言われた場合、第1段落、一番最初の段落と、そして最終段落ですよね。この2つの段落に共通しているもの、それを考えて選んでいただけるとちゃんと決まるんですね。ただ皆さん、ちょっと画面の都合上ですね、最終段落、最初の一文しか見えていないかと思いますが、この第一段落とこのあたりの共通点を皆さん探し出していただけるとよろしいかと思います。皆さん、ヒントとなるところ、ちょっと線を引っ張ってみましたが、これで皆さんいけますよね。もちろん正解は5番ということでよろしいかと思います。まあ、夢に関して人々にお話をする、語るんですよね。で、場所どうなってますかっていうと、皆さん、tell people about itself ですね。もちろんその左側ちょっと遡っていただきますと、she, would ですよね。助動詞の右側。そして、ここですよね。Talking about her dreams。 もちろん start という一般動詞の右側ですよね。
で、最終段落も、Talk about some of your dreams ということで、皆さんこの辺りでいいかと思います。皆さん、Go。もちろん、左側、Be 動詞からと考えていただいてもよろしいかと思います。Be 動詞の右側が根拠。情報構造バッチリです。サムさん、メイジャイゴ、お疲れ様でございました。サムさん、Gマーチ初めてになりましたが、皆さん、タイトルの選択問題ありましたね。で、皆さん、タイトルと言われたら、一つの段落だけだと、ちょっと確定するのは危険でございますので、やはり、これですね。二つ以上、少なくとも二つですね、の段落を検討するのが安全でございます。で、もちろん、その際何をするんですかと言われたら、皆さん、本文の一部と正解の選択肢ですね。で、それを皆さんの方で見比べていただいて、そして、これですよね。ニアリーイコールになるように選んでいただけるとよろしいかと思います。そして、その一部というのは、じゃあ、どこに当たるんですかと言われたら、やはりヒントになってくるのは、情報構造でございますので、これは皆さん、意識していただけますと、バッチリでございます。ということで、今後ともよろしくお願いいたします。